iPad 用の、漢字練習用のアプリ、面白いのがあったのでちょっとご紹介します。今はちょっと出ません。ここに、書き取り漢字練習フリーって書いてあります。これを起動してみます。そうすると、こっち何年生っていうふうに書いてありますね。まず1年生の1、ここの読み問題というのをちょっとやってみたいと思います。ここに上何とかを見る、こういうふうに出てきますね。でここで下ですから、指でこういうふうに書きます。そうするとこういうふうに丸がつくわけですね。今度一つだけ残る、こういう二つ以上の読みがあるときはひらがな、二文字以上の場合はこうやって一文字ずつ書いていきます。そうするとこういうふうに丸が出ます。今度七五三、ちょっと間違えてみましょう、わざとね。七七五三というふうに書いてみましょう。もう認識されない。あ、いや、認識されてるか。なーって書いてるけど、消えないですね。じゃあ七五三だからしと書いてみましょう。はいはい。正しく書くと、ああいう音が出て消えるわけですね。七五三。次は、三つ目。次は、特上の寿司。4音が大きい小さいっていうのはあんまり関係ないみたいですね。でこういうふうに100点というのが出て、こういう歓声も出てくるわけですね。はい、この歓声とか音楽とかそういうのも iPad、 つまり教科書、紙の教科書では得られない大事なポイントだと思います。以上です。漢字の、引き続き、書き問題の方もちょっとご紹介します。ここは上昇するってありますね。ですからここに書いてみましょう。丸がつきます。春の七草。三つの箱。世界一。書き順がどうなのかちょっとやってみましょう。逆に書いてみたら、あ、のっていうふうに別になっちゃいましたね。ではこれを消すにして1丸にしました。川の下流。これわざと漢字の書き順を間違えてこういうふうに書いてみましょう。さあどうかな。あ、丸になった。丸になるんですね。漢字の書き順が違っても、書き順はあんまりチェックされないということが分かりました。